サバフグ族は、フグ目フグ科に属する分類群。21種が知られている。無毒種と有毒種とが混在しており、時折食中毒事故を起こす。千人フグラガセファラススケラータスイカを含めることもある。白サバフグや黒サバフグは無毒とされているが、海域や季節により、毒性を有する。白サバフグや黒サバフグは、トラフグやクサフグやコモンフグなどとは異なり、 すべての部位にテトロドトキシンを持っていない。日本では無毒とされた時期があり、フグ料理に用いられたことがある。カナフグは内臓には毒を持つが筋肉は無毒である。この三種が過食種とされている。しかし、東南アジア産で日本でも稀に発見される毒サバフグは内臓のみならず筋肉も猛毒でしばしば無毒の白サバフグなどに混じって捕獲され。 漁業者でも間違えることがある。黒サバフグや白サバフグと毒サバフグの違いは、頭の小毛の分布の仕方が代表的である。前者は頭の部分にのみ分布するが、後者は頭のみでなく、背びれの付け根まで達する。他に、おひれの切れ込みの深さの違い、腹の膨らみ具合の違いなどでも区別できるが、個体差にも左右されるため見分けるのは難しい。ありがとうございます。